こんにちは、キングヒデです。今回もですね、引き続きですね、往年のですね、かっこいいギターリフ特集ということで、第9弾になりますかね、やっていきたいと思います。で、今回もですね、ちょっとハードロックとかですね、ロックとはちょっと違うジャンルになるかもしれないんですけども、映画のですね、有名な、ノッティングヒルの恋人でしたかね、タイトル曲だったと思うんですけども、プリティウーマンのですね、リフというかですね、イントロを、簡単に紹介していきたいと思います。あの曲、めちゃくちゃ有名な曲ですし、イントロ、てんというですね、ところもですね、すごい有名だと思いますので、本当、リフとしてはですね、すごいですね、わかりやすくて、かつですね、キャッチーで、あと、そのギター初心者の方にもですね、割かち簡単にできるフレーズなので、それをですね、簡単に紹介していきたいと思います。で、まずですね、あの曲のキーがですね、基本的にはですね、A メジャーでなってまして、一部はですね、曲が転調しているところもあるんですけども、今回のリフ特集のところでいうところを取り扱う部分で言えば、A のメジャーキーでいきますので、基本的には A メジャースケールで成り立ってますね。この A メジャースケールの中で成り立っている曲でして、かつリフの構成もですね、そのスケール内で収まってるって感じですね。で、フレーズめちゃくちゃ簡単ですね。まずですね、で鳴らすところがあると思うんですけども、フレーズとしてはですね、この辺かこの辺に、いつも通りですね、簡易的なタブフは載せておきますが、まずですね、6弦の開放弦から始まります。6弦の開放弦行って4フレット。で、5弦の2フレット行って。で、4弦の開放弦。ゆっくり行きますと。これを2回繰り返します。で、そこから、基本的には全部単音弾きですね。っていうフレーズになるんですけども、ピッキングはですね、基本規則的に正しいですね、ダウンアップダウンアップのオルタネートピッキングでいけると思います。でですね、まずですね、これ言ってからですね、このフレーズに行くときにここまでは一緒なんですね。で、開放弦行ってから、4弦の4フレット4行って2、4フレットを2に下がって、なので4、2、0っていう規則正しい動きですね。っていう、規則正しい、本当このですね、A メジャースケール内で本当収まってるって感じですね。で、開放弦を多く使いますので、そこも結構楽っちゃ楽ですね。なので、使う指としてはですね、本当シンプルに人差し指と中指しか使わないんですよね。で、コード、A メロに入るって感じですね。今回はこの A メロ以降のコード進行は触れませんが、いずれはですね、ちょっとこのプリティウーマンはすごいいい曲なので、コード弾きのいい練習としてもですね、使えるものなので、いずれは全曲、弾き方紹介というのはですね、動画は1本作りたいかなと思っています。今回はリフ特集でやっていきたいと思いますので、まずこのイントロの部分を覚えてほしいと思います。本当もうシンプルにこの6弦の4フレットいって、で2フレット5弦の2フレットいって、開放弦タタタタっていうですね、本当音階をそのまま降りていってるって感じですね。でも本当ピッキングはもうずっとひたすらもう何も
僕最初全部ダウンピッキングでやってたんですけども、やっぱそのダウンピッキングでやるよりかはですね、オルタネートピッキングでやる方がですね、まあ、のミスが少なくいっていうことに後で気づきましたので、今はオルタネートピッキングでやってます。まあ、最後にですと、まあ、ゆっくりなテンポでやっていきますかね。めちゃくちゃ、まあ、シンプルでかつですね、まあ、あの割かし簡単で、まあ、メロディアスなですね、あのいいイントロだと思いますので、今回は簡単にですね、まあ、リフ特集として取り上げをさせていただきました。まあ、今回の動画が少しでも役に立ったとか面白いと思っていただきましたら、高評価のグッドボタンとですね、あとぜひともチャンネル登録のほどお願いいたします。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。